マクシム・アナトリエヴィチ・トピリンは、ロシアのエコノミスト、官僚、政治家、経済学博士候補。2004年から2008年まで、連邦労働雇用庁長官。2012年5月21日から、ドミートリー・メドベージェフ内閣のロシア労働、社会保護大臣。1988年、モスクワ国民経済大学を卒業する。 1988年労働研究所で研究助手として勤務。1994年から2001年までロシア連邦政府で労働、保健社会福祉分野の専門家、コンサルタントとして勤務した。1996年安全衛生管理部門コンサルタント。1997年社会開発局コンサルタントを経て、1998年社会開発局社会。 政策労働部長。2001年ロシア連邦労働社会開発省次官。2004年から2008年まで連邦労働雇用庁長官。また、この間2005年にはロシア連邦主席国家労働監督官も務めた。2008年7月31日、ロシア保健社会開発省次官。2012年5月21日、 ドミートリー・メドベージェフ内閣で新設されたロシア、連邦労働、社会保護大臣。2012年9月19日、ウラジーミル・プーチン大統領は、大統領令で命じた施策が、時期予算案に反映されていないと激怒し、トピリン、オレグ・ゴボルン地域開発省、ドミートリー・リバーノフ文章の三画料を、懲戒処分にした。私生活では、夫人との間に次女がいる。 ベドモスチ氏の報道によると、ブルガリアに2件の家屋を含む134平方メートルの不動産を所有している。ゼーゼファイ19、192012-1304、ゼーゼ,ーフ,ァゼーファイ、ゼーファイ、ゼーファイ、http、はい、コ、ま、ロンスラッシュスラッシュ sankei.jpmsn.com ワールド 19, ニュース121017<タジ> e 17, 18, 1, h ハ p ッピー12戦17億1918万 2N1HTMZ2012 年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月25日閲覧ありがとうございます